市街地での出没が相次いでいるクマです。今年度は17の道府県で死傷者が出ていて、被害者の数は過去最多を上回るペースとなっています。さらに東京都内でもクマが目撃されていたことが新たに分かりました。私たちはどのようにクマと向き合えばいいのでしょうか。こちらはですね、首につけたカメラで野生のクマの生活を撮影した貴重な映像です。こういった記録ですとか専門家への取材からクマの生態に迫ります。テントサイトというのはもうあの辺りですか。はい、はい、今あの屋根が緑色の屋根があると思うんですけど、あの奥がテントサイトになっていて、50メートルから100メートルぐらいテントサイトから行ったところで目撃がありました。東京町田市では18日の午前8時ごろ、境川源流付近でツキノワグマとみられる野生のクマが登山者によって目撃されました。この辺りはハイキングコースにもなっています。目撃されたのは中型犬よりも少し大きいくらいのクマ1頭。登山者はラジオを流していて、その音にびっくりしたのか、クマは山を駆け上がっていったといいます。怪我人はいませんでした。まさかね、この辺にクマ出るとは思わないからね。この辺りこう周り山にも囲まれてると思うんですけれども、うん、クマはあまり出たことがない。いや、もうほとんどないから、もう何年か前に一度そんなことがあったかなぐらいの感じで、あとその他聞いたことないから、うん、東京都のクマの目撃情報は今年度これまでで111件。都内にはツキノワグマが100頭ほど生息していて、生息域は東側に拡大しているといいます。今月に入ってからもクマの目撃情報が6件、クマの痕跡が2件。これから紅葉やキャンプなど行楽シーズンを迎える中、町田市のアウトドア施設ではクマの出没に警戒を強めています。この時期のクマはやっぱり冬眠に向けてたくさん食べる時期ですので、それで多分こちらに餌がないか歩き回って、たまたま人間と会って、でまた逃げて、でまたあの餌を探して歩いてるんじゃないかなとは思うんですけどね。春の段階から、警戒はしてはいたんですよね。先週19日、北秋田市中心部で通学中の高校生など5人が相次いでクマに襲われました。当時被害に遭った男性がその恐怖の一部始終を語りました。自宅兼工場がある方のシャッターをですね、それ開けた途端もう目の前にクマいたんですよ。でもう向かってきたんで、もう私ももう無我夢中でやっぱ走ったんでしょうね、反射的にもやられると思ったんで。それでまあ10メーター近くは走ったと思うんだけど、もうそれからがね、はっきり言ってどうやって倒されたかも分かんない。後ろから多分で、背中はすごい傷になってるんで、後ろからもう爪でダーンとやられて転ばされて、頭を一応こう横なり半身に倒されたんだけど、半身になりながら右の方を上にしてたんで、右の方がとにかくひどくやられてるんですよね。であっちも興奮して、でもかじられてるのか爪でやられてるのか分かんないけど、あ、もう死ぬんだなと思ってましたから。男性は噛みつかれるなどの被害を受けましたが、隙を見て逃げ出し、九死に一生を得たといいます。日本各地で相次いで報告されているクマによる被害。環境省によりますと、今年4月から先月までにクマと遭遇して被害に遭った人は合わせて109人に上っています。2006年以降、被害が最も多かった3年前は9月末の時点で被害者が86人。今年はすでに23人上回り、過去最多のペースとなっています。市街地の周辺に出没するクマはアーバンベアと呼ばれ、クマの専門家も警鐘を鳴らしています。アーバンベアというのは、まあ、
特に今、人の生活圏、市街地などの近くに定着して、繁殖するようになったクマのことで、特に今年のように、森の中で餌が不足して、クマが冬眠前にですね、餌を求めて動き回るような季節になりますと、人の生活圏の中にまで入ってしまうようなことが、起きていますので、人の生活圏の近くに、クマがいる状況、ウィズベアーズ、佐藤義和教授は、クマとの共存に向けた新たな対応が必要だと指摘します。ですね、クマがいる状況の中で、暮らしていかなければいけないというようなことを踏まえて、そういった街づくり、地域づくりというのをですね、国のレベルでも、都道府県のレベルでも、そして地域の市町村のレベルでも、実現していかなきゃいけない時期に来ていると思います。私たちはどのような備えが必要なのでしょうか。鍵を握るのは、いまだ謎が多い野生のクマの生態を解き明かすことです。クマっていうの動物は、なかなか野外で直接観察することができないので、こう生態に不明な部分が多いんですけども、それを、逆手にとってですね、クマの方にクマの行動を記録してもらうというような研究を行いました。東京農工大学大学院の小池伸介教授。ツキノワグマの生態を調査するため、小池教授らの研究チームは、野生のクマの首に GPS 装置を設置。そこにカメラを内蔵して、クマ目線での映像を記録することに成功しました。普段なかなか見ることができないツキノワグマの食事の様子、カスミザクラの果実などを食べています。今回、その4頭分のデータではあったんですけども、同じ場所で同じ時期に生活している4頭のクマでも、全然個体によって食生活が違うんですよね。ある個体は、カスミザクラという桜の木の実をすごく食べるし、ある個体は木の葉っぱをすごく食べるというように、もう実際その食生活を見ても全然食べ物が違うということが分かってきたというのが一つの発見になりますね。クマは例えば、藪の濃いところを通ってるっていうようなことが分かったりすると、じゃあ人里の周りとか、畑の周りのその藪の濃いところは、刈り払って見通しよくしましょうとかですね、そのクマが好きな景色とか嫌いな景色っていうのが分かると、環境づくりっていうのに役立つ可能性がある。実際にクマに遭遇してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。辺りを警戒しながらカメラに近づいてくるツキノワグマ。すると、この映像を撮影したのは、生涯を通してツキノワグマを研究している米田和彦さんです。これまでクマに遭遇した回数は、50年やってきたから、3000回とも言ってます。危険な局面っていうのは、普通の人よりもう10倍も20倍も多かったんですよね。それでもきちんと生き残りましたので、今こうして提案してるわけです。3000回、クマと遭遇したという専門家が対策を提案。野生のクマと出くわした時に取るべき行動とは。日本各地の市街地に出没するアーバンベア。野生のクマと遭遇してしまった場合、どんな対策が有効なのでしょうか。ロケット花火を鳴らすと、ツキノワグマは逃げていきました。こうした映像をクマ対策の研究のため撮影しているのは、日本ツキノワグマ研究所の米田和彦理事長です。クマはね、鼻の動物なんですよね。鼻だけはその犬並みに強い、鼻を上げているのは警戒情報ですので、こちらも気をつけなきゃいけないわけですね。この時、すぐ目の前で撮影している米田さんの存在にはまだ気がついていないと言います。
ちらを気づいていない。クマは非常に目線が低いもんですからね、自分の足元だけ見てる感じがします。急に驚いて180度クルンとひっくり返って逃げていきます。気がつかれないのが本当は一番いいわけですよ。事前に鈴などを鳴らす対策を行っていても、クマに遭遇してしまった場合は木の陰や市街地の電柱などに隠れながら動かずにクマの行動を監視するのが良いといいます。背中を見せる動物は弱い動物という認識しますので、走るというのはとにかく目標が見えてるんですから、クマとしても追跡しやすいわけですね。クマに襲われるのが避けられない場合には、ヒグマ研究者あるいは北米の研究者が提案しているのは、足を畳んで首を両手でガードして体を丸くするという形が一番硬いガード法だろうと、言われてますね。致命傷を受けるリスクを減らすことが大切だといいます。